届いたよ。何か全く聞いていないのでワクワクです。開けます。すごいめっちゃいいね、こうやってお家に配送してくれるっていうのも。ロゴスショップの店員さんに頼めば全部梱包とかも綺麗にやってくれるから。おお、めっちゃラッピングされてる。見て、めっちゃでかい。本当。かわいい。シールもちゃんとロゴス、初めて見た。では開封の儀式を行います。なんか開けるのもったいないね、こんな綺麗に。わあ、めっちゃ入ってる。コップ2個、ちゃんと2個。コップと炭火桃焼き器。お肉好きだから。あーあー、おお、豆。これはなんと新商品じゃないですか。まだこれ店舗に売ってないのに。特別かな、生豆。すごい。だってこの材料といったら、おそらくキャナコ的にはストーリーがあって、この生豆の新商品をこれで引いて、このコップで飲みたまえっていう。あ、正解ですね。そういうことですね。あ、見るね。見る。あ、嬉しい嬉しい。見るの？エスプレッソメーカー。すげえ。コーヒーセットですね、これは。来ました、これ。やりたかったやつ。ありがとう。多分中村店長と一緒にキャナコンがお店で選んでくれたやつですね。いいじゃん、やろうよこれ。やろう。ちょうど今ね、あのコーヒー引いてたんだよね。あの焙煎されずみのコーヒーを。そうそう。じゃあこっちにしようよ。ちゃんとね、こうお豆2種類あって、妊娠してる人にはちょっとデカフェとかを楽しんでもらえるように。でもね、前飲んだけど全く味がね、違いがわからないくらい、デカフェはしっかりコーヒーです。ミルなかったからよかったね。うん、やってみます。入れます。これで火から10センチくらい離して、ずっとこうシャカシャカして10分くらいやるらしいです。だんだん脱皮する子たちが出てきました。でもちょっとずつ茶色くなった気もします。もうちょっと振ります。だいぶいい色になってきました。かなりまた黒くなってきました。いいよ、頑張って。いい匂いするね。うん、良きですかね。うん、ライトローストって感じ。うん、ちょっといい感じになってきたので、ここら辺で一旦やめてみようと思います。これ後からさ、なんか足りなかったらできるもんね、きっと。もう一回いることはできる。そうそうそう。じゃあこれにて焙煎終了です。じゃんじゃじゃん。どう、このツヤ。とってもいい香りがします。今粗熱を取ったんだけど、結構いい感じだね。でこれでなんかちょっと焦げてるやつとかを排除して、このミルちゃんで引くんです。でも本当はどうやらこれは 2,3 日置いた方が味が馴染んでいいらしいんですけど、まあ、せっかくなんで焙煎直後のコーヒーも飲んでみようかなと思います。であとは 2,3 日後に置いた豆で引いて飲むので、ちょっと比較をしてみようと思います。
これさ、よく見たらさ、見て10杯分だった。全部やらないで比較用の豆を残しておけばよかったんだけど、まあ引く前の豆がこんな感じ。はい、ここに生豆のビフォーを写真入れておきます。で、デカフェちゃんはね、また今度ちょっとやってみようと思います。ではこの中にこれがミルなんですよ。で、ここでこうつまみを調整して粗さをこう変えられるんだけど、こうネジを回すと細引きかな、で緩めると粗引きで、中間引きがいいらしいので、おお、結構粗く、あ、結構いけるのね。このぐらいかな。一回ちょっと引いてみよう。で、ミルの蓋を開けるとこんな感じなので 10g ぐらい。今ちょっとね、2人で飲みたいから5分の1を取ります。こんぐらいかな。で、蓋をして、そして蓋をして、これ三角形だからね、握りやすい。これで、おお、おお、いいね。あ、これ粗引きすぎかな。この小窓から見えるんだけど、あ、これ粗引きね、ちょっと。もうちょっと細引きにしよう。結構今回の焙煎、浅めの入り具合ですね。ちょっと足りなかったら追加で焙煎をしようと思います。どんなだろう。あ、いい、さっきより。終わったかな。引き終わりました。このね、手の感覚で分かります。それで引き終わったので、この粉をちょっとところどころめちゃくちゃ粗引きだけど、この最初のやつね、エスプレッソメーカーちゃんに入れて、これのここにお豆を入れます。お、ぴったり入るからこぼれない。こんな感じで入れて、そしてそのこの下にお水を入れます。で、この留め具の金見えるかな、金具の下まで、このぼっちがあるからこれの下まで、これが圧力線になります。で、この縁にコーヒー乗ってないか確認して、圧力をかけるから、それでこんな感じで締めて、締めて、これで火にかけます。それでは火をつけていきます。これでふつふつと湧き上がってくるはずです。色味が可愛いね。もちろんこれ、あの、外で炭でね、やってもいいんだけど、せっかくなのでちょっといきなり汚すのもなと思って切って、家の中のガスコンロでやっております。でもちゃんとガスコンロの直径にもはまるので、グラグラしなくていいです。たまにね、お、あ、来た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 、薄いか薄いか、そうでもないか、アメリカン的な感じかな。おー、来ました来ました来ました。これがね、見えるエスプレッソメーカーの楽しさですね。はい、コーヒーが入りました。ちゃんと二人で飲もうと思います。乾杯。乾杯。うん、香りは薄めな感じだね、うん、色もちょっと薄かったもんね。そうだね、暑そう。よりによって今日暑い日だね、うん、だからアイスコーヒーにしたい人は深く行って保存しておけばいいんだって。深い方がアイスコーヒーに向くんでしょ。どう？それもやってみたいね。うん、うん、なんだ、ちょっとね、あの、ほんのりコーヒー香る。それどういうこと？ちょっとまだミディアムすぎたかな。浅い、浅い。あー、確かに、うん、ほんのりコーヒー香るお湯。苦味とかもそんなない。多分これは。なるほどね。もうちょっと。もうちょっと頑張ればもっと美味しくなると思う。そうね。コーヒー豆ね。4つの豆がブレンドされてて、
ブラジルナンバー 210% とコロンビアエクセルリ 40% とモカ G440% で最後よ聞いて、うん、最後の手摘み完熟っていう 30% 入っているお豆がめちゃくちゃなんかいいお豆らしくて、うん、なんか普通のコーヒー豆ってさ機械でさグー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 って取るんだって、うん、だから余計なちゃんと完熟してないやつも入っちゃうからちょっとそれが雑味につながるんだけど、うん、この手摘み完熟っていう 30% 入ってるやつが一個一個こう手で取ってるから、そうそうそう、完熟したものを取ってきてくれる、だからいいお豆だから美味しいんですよっていうお話なるほどね。じゃあまだまだポテンシャルのある豆、そうなのよ、ポテンシャルしか感じてないっていうねお豆なんですよ。ブラジル、コロンビア、エチオピアから来たお豆さんたちがこちらに入っております。でさっきも言ったけど、こう引き立てよりも 2,3 日お豆を焙煎したお豆を密閉容器に入れて保存した方がいいらしいから、ちょっとあと 2,3 日後にもう一回飲んでみよう。うんうんうん、面白いね。なんかいろいろな香りを楽しめる、うん、いろんなコーヒーを楽しめそうで、キャナポンありがとう、はい、キャナポンにありがとう言ってありがとうちょっとお豆は来年の新商品なんでまだ発売してませんが、他のアイテムは全部発売中なので、ぜひロゴショップでプレゼントを探してみるのはいかがでしょうか。キャナコありがとう。この間引いたお豆をちょっと浅すぎたのでフライパンで追加焙煎をしてみました。結構色変わったんじゃないかな。ビフォーがまたないんだけど、香りはとても良いです。もうなんかほんと売ってる豆みたいにツヤがあっていい感じの黒さなので、これを引いて入れてみました。お兄ちゃん乾杯するよ。乾杯、乾杯。うん、苦みが出た、うん、でも飲みやすい。あ、いいね、うん、香りもいいね、うん、全然前よりいいやちょっと足りなかったんだねやっぱ、うん、なんか追加焙煎をフライパンでもできるみたいなんで、なんかね本当はこのパチパチ言ってたの聞こえてた、パチパチこう豆の中の水分がこう弾けて皮がむけていくらしいんだけど、うん、もうなんかその序盤で止めちゃったから朝入りだったんだけど、結構しっかりその後やったら美味しくなりました。次回はもうちょっと炭火でじっくりやりたいと思います。ロゴスからのお知らせです。10月29日の金曜日から11月30日の火曜日まで、キャンプファイヤーというクラウドファンディングサービスのサイトで、じゃん、この間インスタライブで使って大好評だったロゴススパイスを販売することが決まりました。これ来年の新商品なんでまだ手に入らないんですけど、先行販売という形で数量限定で行っていきます。で、セット3種類あります。ロゴススパイスの日本セットと、ロゴスランドソース、これあのタモリカップで使用されてすごく好評のロゴスランドで販売しているソースを、これも2本セットで販売します。この2本セットかこの2本セットか、3つ目はこの1個ずつ、このセットで全部で3種類のセットを販売します。どれを食べてみたいかですね。ちなみにこのインスタライブ見てない人用に、あの化学調味料不使用なのでお子さんや妊婦さんにもすごく優しい味になってます。で、全然辛くなくて照り焼き風味なので、まあ大人も子供も美味しく食べれると思います。結構この間フリフリポテトにかけたら美味しかったです。で、販売なんですけども、3つ種類があって、超早割り、早割り、先行販売の3種類になっていて、超早割りが一番お得、超早割りで2600円、限定50セット、どのセットでも同じ価格になってます。で、早割りだと2700円の限定100セットで、先行販売だと2800円での販売になります。超早割りお得なので、ぜひぜひゲットしてみてください。では早速実食に参りたいと思います。ステーキをご用意しましたので、こちらに存分に振りかけていきます。ちなみにこんな感じのスパイスの口になってます。全然いっぱいかけてもそんな辛いって感じもしないので、みんなで楽しくかけてもらったらいいなと思います。ここに今かけたのでいただきます。安定の丸かぶりでいきます。うん、うん、うん、
分、美味しいです。照り焼き風味、コリアンダー、赤唐辛子入ってんだ、辛くないけど、ガーリック、粉末醤油とか結構出汁も効いてるので、これ1本で本当ステーキ何もつけないで塩も胡椒もしないで焼いたんですけど、全然美味しいです。そしてなんと驚きの食べ方が、バーベキュースパイスって書いてあるんですけど、リーン、バニラアイス合うって、あのロゴスランドのギッシーが言うので、ちょっとやってみようと思います。アイスにかけます。前代未聞じゃない、アイスにスパイス、なんか美味しいんですよって言ってたけど、ちょっと怪しいんで実食します。うん、なんだろう、甘じょっぱミックスで美味しいかもしれない。うん、美味しい。普通にスーパーに売ってる白いバニラアイスにかけてるんですけど、なんか一味違った、あのレストランの食後に出てくるようなちょっとおしゃれなアイスになります。バーベキューだけではないです、この使い道。アイスに行きます。ぜひ、あの嘘だろって思った人は買ってみてください。とっても美味しいです。ではもう一回機会だけ言います。10月29日の金曜日から11月30日の火曜日まで約1ヶ月間、キャンプファイヤーというクラウドファンディングサービスのサイトで販売するので、よかったら買ってみてください。バイバーイ。